チェルスンは、ノルウェーのトロムスオフィンマルク県にある自治体、行政の中心地であるホール村のほか、フェルダール、ラムスンなどの村落がある。域内には、ノルウェー消防学校があるほか、ラムスンには海軍特殊作戦部隊の基地がある。1909年に、ロディゲン,ンから、オホーテン地域の一部が分離し設立された。1919 19年以降は、 ヌールラン県に属していたが、2020年1月1日に、隣接する旧トロムス県のスキャンランド自治体と、越境合併し、新設されたトロムスをフィンマルク県に移管された。チェルド海峡自治体は、チェルド島と品島の間に横たわる、チェルド海峡にちなみ名付けられた。海峡の名の初めの部分は、チェルド島のコノルド5名で、最後の3度は、海峡を意味する。 島の名は都鳥を意味する、ティルドアという語が添加したものと考えられている。現在の紋章は1990年に国王の認可を得た。タウの十字架の形をした、T 字はチェルスンのイニシャルを表している。ノルウェー、カウンティーズミューニセパラティス。シティパプヤアレーションで2021年4月5日閲覧。ネイブン・ピー、ナイ・コモヤナー。ノルウェー政府。 2021年4月5日閲覧、ありがとうございます。